ボートレーサーになったきっかけを教えてください。はい、私は母も選手をしているので、小さい時から一番身近にあった仕事がボートレースで、すごくかっこいいなと思って私もなりたいと思いました。小山選手が思うボートレースの魅力を教えてください。はい、男子と女子が一緒に戦えるスポーツなので、女子にもたくさんの可能性があるっていうのが一番魅力かなと思います。最後に、これからボートレーサーを目指す方々に一言お願いします。はい、私は昔から何かをできる方ではなかったので、勉強もスポーツもちょっと苦手な方だったんですけど、そんな私でもボートの世界で自分にできることを見つけれたので、みんな一から始めれるスポーツなので、ぜひ期待と希望を持って選手になってほしいなと思います。スプラッシュ、ボートレーサーになりたい。